金曜反省会。時刻は5時45分になりました。こんばんは。 HBC ラジオ金曜反省会、令和6年最初の金曜反省会でございまして、今週の担当 HBC アナウンサーの山内陽一と HBC アナウンサーの糸賀俊です。今年もよろしくお願いいたしますもう明けましておめでとうっていう時期でもなくなってまいりましたか。そうですね、1月5日、ええ、まあ年が明けて5日は経ちましたね。そうですね、ええ、またにいいんじゃないでしょうか。あ、いいですか、ええ、明けましておめでとうございま す本年もどうぞ何卒よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いしますということで、はい、金曜反省会、この番組はですね、週末への入り口、金曜の夕方、この1週間を振り返ってみんなでワイワイ反省しようと、反省して学んでより良い未来を作っていこうではないかという前向きな番組でございまして、はい、でこの番組には固定の出演者はおりません、毎週 HBC アナウンス部から誰かがランダムで登場いたします。で、実はですね、今日番組前にいつもね、まあ、悩みを、抱えているものがですね、そうですね、まあ、後ろ姿とかちょっとこう誰だろうみたいな雰囲気の写真をですね X に載せまして、はい、で今日の糸がアナウンサーだったんですけど、私の後ろ姿、ね、背もたれにこうドカッと、まあ、なりながら、そう、で、声聞いてるっていう、そうなんですよ、で声見てると、まあ、しゅんくんかな、しゅんちゃんかなみたいな声がある反面、ありがとうございます、メカブパイセン畑のアナウンサーじゃないかっていう声がですね半分ぐらいあって、まあ、金曜反省会の準レギュラーって言われてますからねアナウンサーはまあね、もうだからまた出てくるかみたいな感じだったんですけど、そうですね、残念ながら今日は私糸賀です、ま、悩みが、そうですね、後ほど相談内容はお話ししますが、確かに悩みが、はい、畑野アナウンサーがかつてねコーナーを担当していた悩みなどにも関わりがあるっていう点から、はい、畑野アナではというふうに推理された方が多かったんですが、その悩みの内容によってもね、そうですね、ありますからね、よりちょっと畑野さんらしさが出てしまったかなっていうのがあるんですけどそういうことなのかいやでも本当に毎回毎回 X 投稿したものからいろいろ推理していただいて本当にありがとうございます。そうなんです、マサさんもね X で、あら糸賀くんか、後ろ姿メカプパイセンに似てるわと、これもやっぱり畑野アナウンサーと、畑野アナウンサー、見間違ったという、似てるんでしょうかね。どうなんだろうね、実感はないですけど、ええ、これが多分動画だったら、うん、一発で誰々と、まあ、というよりは一発で畑野アナではないっていうのは分かるとは思うんです、畑野アナウンサーは動いてる時が最も畑野アナウンサーらしいっていうのは私ちょっと感じているので、お、基本的に止まっていないっていうところまあ、あまりねいらっしゃらない先輩のことを言ってもあれですので、畑野と間違われるってのはどうよ、まあ、心外ですよねそんなことはないですよ、もう尊敬する先輩ですから、まあ、尊敬まで言わなくていいよ、いえ、金曜反省会という番組においてはもう畑野アナウンサーに超える方なかなかいらっしゃらないのでその点に関してはもうやっぱりリスペクトですねリスペクトしてるのかどうか分かんねえっていうコメントですけどまあまあこんな感じで、で、なんとも自由なこのスタジオ内の様子はですね HBC ラジオの公式 YouTube チャンネルの同時生配信でもお楽しみいただけておりますんで、はい、あ、今手振っております、ご覧いただけてますでしょうか、男2人手振っております、はい、よろしくお願いします。第3ね、男祭りになってしまうか、そうですね、新年一発目の金曜反省会、どなたが来るのか、ぜひ楽しみにしていただいて、はい、番組では我々の反省へのツッコミ激励、そして今月1月はですね雪にまつわる反省をテーマに皆さんからのメッセージをお待ちしております、こちらにお寄せいただきたいと思います。メールアドレスは反省@hbc.co.jp、hansei@hbc.co.jp、 すべて小文字です、はい、そして旧ツイッターの X ではハッシュタグ金曜反省会をつけてどしどし投稿してください、はい、男祭りになるかどうか、ちょっと男祭りはね、回避できそうかなっていう雰囲気も、新年ですからね、そうやはり晴れやかにあるかななんていう感じがしておりますけども、はい、そんなのも含めて楽しみにしていただきたいと思います、ぜひお願いします、はい、では6時半までお付き合いください。今週の反省、去年とボタンの位置微妙に、本当ですか、あら、ちょっと
手前に置こう。金曜反省会のこのね、今週の反省といった効果音は私たちアナウンサーが普段やらないんですけど、ボタンをね、手元にあるボタンを押して出すというのも、何せワンマンでやってますんでね。そうですね、大体このボタン操作の違いで金曜反省会中に反省を生み出す。私これのことを金曜反省会では反省の地産地消と呼んでるんですけど、たまにねありますけれども、反省を作ってしまうっていうね、番組の中でね。はい、そんなんですけども、はい、最初のコーナー、今週の反省。今週1週間に起きた反省。今週1週間っていうともう年末年始っていう感じですけどね。そうですね、2024年入って5日間、はい、ありましたか。なんか私はですね、ここ数日というかこの正月にありがちな、いろいろなテレビの占いに翻弄されていまして。結構信じる方だ。いや、普段そこまで信じない方なんですけど、この時期いろんなテレビ番組で2024年の運勢、今年の2024年のあなたの運勢をドドンと一挙公開っていう形で、えとかける血液型、もしくは僕が見たのは2種類あったんですが、星座かける血液型という組み合わせで、まあ、48位までランキングでバーッと出す、スタジオにいらっしゃるタレントの方が何位で何位でとか盛り上がって、まあ、見ている視聴者側も自分の順位を確認して、ああ2024年はこういう運勢なんだなとか、いろいろ楽しめる面白いコーナーであったんですけど、片方の番組エトと血液型では、私虎年の血液型 B なんですね。お、虎年の B 型が31位だと。31位、48位のうちの31位、中途半端だね。若干中途半端 でまた片方では星座と血液型の組み合わせ、これ私獅子座なんですけれども、獅子座の B 型は48位中15位。まあどっちもパッとしないなという、まあ、そもそもどっちもパッとしないっていうので悶々としていたんですけれども、まあ、いい方を信じようと思いつつも、ふと両方の占い血液型は同じ組み合わせの項目であると、ということは同じ干支の人、例えば虎年の人で A 型の人は、もしくは獅子座の人で AB 型の人、O 型の人、自分の血液型ではない人、他にいるはずだと思ってちらっと録画などを巻き戻して見てみると、虎年、私虎年なんです、虎年の A は、私は31位だったんですが、虎年の A は22位、虎年の AB は25位、虎年の O は28位と。干支では血液型 B の人、虎年の方で血液型 B の人が一番低いんだな。低いんだ。なるほどなるほど、じゃあ星座の方はどうじゃと思って、獅子座、私獅子座なんです。獅子座で A は6位だったんですね。獅子座の AB は9位だと、獅子座の O は12位だと、そして私の獅子座の B は15位だと。この2つから導き出せること、虎年の方もしくは獅子座の方、血液型 B の方、2024年他の同じ干支、同じ星座の方に比べて悪そうです。これが悶々としてます。どう当てはめてもですね、星座虎年の方、獅子座の方、もしくは干支で虎年の方で血液型が B の方は、どちらの場合も他の血液型の方に比べて、同じ干支、同じ星座の他の血液型の方に比べると、どうもうまくいかない年です。いやだね。どう当てはめてもデータ上ダメなんだ。なんとかしてこう、こんなことを三が日に考えてたというのが、なんか組み合わせればなんか上に行くんじゃないかと思いながら、いけるんじゃないかと思いながらも、どうも B は良くなさそうだった。もう一個ちらっとどうでもいいことですけれど思い出したのが、小学生の頃同じ学年でクラスの人、周りの友達に干支何って聞いて回って、みんな虎年だって喜んでたバカな小学生の頃思い出しました。そりゃそうだ、同学年ならみんなそうだろうっていう、今思えばそりゃそうなんですけどね、みんな虎年だって言って喜んでましたね。そんなことを思い出す正月でした。あ、そうですか。31、そう、48通りで31位か、中途半端やね。どっちかがいいですよね。そうだね、ずば抜けていいかずば抜けて悪いか。おみくじとかは、おみくじはまだ引いてない。まだ引いてないですね。ああ、そうですか。引きたいなと思って。これで中吉とかだと面白いですね。た中途半端なっていう。そうそうそう。山内さんもおみくじ、今週の、あ、今週ね、おみくじは中吉だった。あ、中吉だった。そうそう、人のこと笑えないっていう、お互いパッとしないパッとしたいっていう話です。あのね、年始ちょっと
地元のね北見に帰省して、で、あのお正月になるとチラシいっぱい入ってて、あの初売りセールとか、はい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 、で、北見市内にある某、まあ、新種服店、うん、有名な、うん、そこ初売りセールとかやってさ、で、まあ、成人式も近いんで成人式の方も応援セールみたいな、あ、スーツ安っと思って、ね、うん、まあ、成人式じゃないんだけどそうです、ね、二回りぐらいでしょうか、いやもう二回りどころじゃない二回り半以上になっちゃったけど、また別の式典がそろそろ迎えそうです別ですけど何が向かいなんでしょうね、赤色の何かを着るやつ、嫌なことまあそうだね、もう10年着ちゃったね、もうそれも、まあまあまあ、でそれで行って、でまあで裾上げとかするんですよね、裾上げ、はいはいはい、裾上げして、で結構時間いただきますがよろしいですかって言われて、全部一通り揃えてですよ、おこれでこれっつって、うん、で、あ、分かりましたっつって、8日ぐらいまでちょっと長いと時間いただきますって言われて、なるほど、で、あ、そうですかっつって、そういえば俺その前に札幌に戻るんだったと思って、でもう一通り揃えちゃって、もう裾上げも全部しちゃってして、あ、ダメだと思ったけど、もう一通り全部やっちゃって、もう生産ももうほぼほぼみたいな、これはしょうがないわと思って、うちの親が北見にいるんで、できたら取りに行ってくれそう、札幌に帰ること忘れてたわと、帰省中の北見で注文を行って素揚げなども行って、そうで持って帰る予定が、あ、時間かかるんですか、そうですか、いいっすよとかつってたら、いいですよじゃねえわと思って後で振り返ったら、ちょっと取りに行ってっつって、それを送ってっつって一体何のためにセールで買ったのか、そうそうそう、セールの割引価格と、そう、そして配送料というか、そうそうそう、で親御さんに取りに行っていただく、このせっかくセールで安いもの買いに行ったのに親に送料を払わせるっていうですねとんでもない親不幸な出来事で、どうやらあの出来上がって受け取ったみたいでね、あ、そうですか、あ、明日ぐらいにそっちに届くわみたいな連絡がさっき聞きましたけどもね、よかったね、8日よりも多少早く、そうそう、それが終わり、今北見で完成したんですね。だお正月だからそんなにと思ったんだけど、うん、結構ね、あのやっぱり成人式迎えるっていう方が多いみたいで、そうですよ、ね、結構のお店確かにお客さんいたんですよね、なるほど、若い人たちが、あ、そうかと思って、そっか、北見にいらっしゃる若者たちが成人式に向けていろいろ揃えてて、それにかこつけて、うん、ああ安くなってるんだ買おうと思ったけど、そこは場所は北見である、そうそうそう、日本さんは仕事があるから必ず札幌に帰らなくてはいけない、そうなんですよ、それをすっかり忘れてましてですね、だから出先でそういうのを買ってしまうと、うん、確かに出来上がりまで時間かかりますよって言われることが結構あったりしてですね、ありますね、年末年始おじいちゃんおばあちゃんのお家に行くっていうことが僕も小さい頃あったんですけど、おじいちゃんおばあちゃんの場所が新潟であったり横浜といった本州だったんですよ、はい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 、お年玉もらった勢いでこう本州のおもちゃ屋さん行って何か大きなものを買うと、うん、あからさまに親が嫌な顔してたのを思い出したようなでっかい段ボールのおもちゃのやつですよね、うん、そうそうそう、出先で大きな買い物は年末年始ちょっと注意しないといけません、ね、注意しないとね、だそう、なんかうちの父親もなんか、ま、ずいぶん昔私ちっちゃい頃にあの、名古屋に出張行くんだけど何が欲しいって言われて、おお、何を思ったか、私も子供ですからね、名古屋っぽいものとかっていう意識はないんで、子供って、あ、なるほど、ドラえもんのどんじゃら買ってきて今思うと何十分それは名古屋じゃなくても名古屋そんな反省がありましたけどね、確かに欲しいものとかね、買いたいものってふと考えないですもんね、どこに今いるかっていうの、今一番欲しいものっていうのは頭に浮かんだんだ多分ね、はい、そんなんで一週間の反省でございます。
第2スタジオ人生相談。人生には様々な不安や悩みがあり、毎日が後悔と反省の連続です。でもできるならば後悔したくない、反省に至る前に解決しておきたい、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこのコーナーです。同僚のアナウンサーやリスナーの皆さんがあなたのご相談に応じます。改めましてこんばんは。 HBC ラジオ金曜反省会、今週の担当 HBC アナウンサーの山内陽一と HBC アナウンサー糸賀俊です。糸賀アナウンサーもね、早速悩みをね相談ということになりましたけども、はい、お願いします。あの平地2号さんも X で、血液型は違うけど糸賀君と星座絵と同じ、今年の運勢はいまいちらしくて残念という X もね早速いただいてますけどね。星座と糸が同じということはですね、血液型が違うということなので少なくとも私よりはいい運勢ということになります。そうか、糸賀君よりはいいと。そうです。少なくともいいといいと思います。その星座でもいいって。そうですね。そのはずですね。同じですので、ね、はい、ということで、ね、はい、ありがとうございます。はい、その中で第2スタジオ人生相談、はい、このコーナーはですねアナウンサーが抱えるさまざまな悩みを将来大きな失敗や後悔、そして反省に至る前に解決しようというものでございましてね、ぜひラジオお聞きの皆さんも解決へのアイデアをこちらにお寄せください。メールアドレスは反省アットマーク hbc.co.jp です。 hansei アットマーク hbc.co.jp すべて小文字です。また X でもツッコミなどアイデアなどお待ちしております。はい、ハッシュタグ金曜反省会をつけて投稿してください。はい、お寄せください。じゃあ今日はあの糸賀俊アナウンサーのね、相談ということでございまして、至ってしょうもない悩みではあるんですけれども、私ですねちょこっとした家事ができないんですよ。ちょこっとした家事ができない。このちょこっとっていうのはじゃあ例えば何かというと、例えば1個コップを使ってそのコップを洗えばいいのに、とりあえず一旦シンクに置いてしまう。すぐやれば終わる家事なのに、はい、トイレで、トイレットペーパーを使い終わって芯が残った、その芯を捨てればいいのに、トイレットペーパーの台の上にちょっと物が置けるんですけど、そこに芯をコトッと置いて出てしまう。捨てさえすればいいのに、着た服を椅子に置いたまんま、それをすぐそこにあるクローゼットの中にしまえばいいのに、なんとなくそこに一旦寝かせると。そうか、こういったちょこっとしたことができないんですね。今一人暮らしですか？一人暮らしなんです、ね、ですから甘えが出るんですね。そうなんです、誰も怒らない。だからうちなんか例えばトイレットペーパーの芯なんかバーンとか置いといたらもう、ダダダダダダって言う人がいるから鬼の首を取ったかのように、そうそうダダ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 ダ、すいませんっていう人がいるとね、あの必然的に、ね、なるほど、一人暮らしをちょっと甘えがね出てしまってる。そうなんです、また一人暮らしの癖して、例えばコップで言うとなぜかですね一人しかいないのに10個ぐらいあるんですよね。なので急いで洗わなくても、まあ2つ3つまあ、しては5つぐらいシンクにコップが置かれていても、正直もう1個まだ新しいものあるから、使っていないものあるからといって出してしまうんですよね。なるほどね、北区のデルさんも、彼女を作れというクソをいただいてますけど最高の解決策ですね。また別の悩みが出てきちゃいます。第2スタジオでは相談できないような悩みになりますけど、甘えそうですね。でももうなんかそうほったらかしてなんかやってもらったりっていう感じになっちゃいそうですけどね。そうですね、ちょこっとしたもう本当にすぐ終わるのにっていうものができないんですよ。かといってなんかふと、ちょっとなんか大きめの家事はやりたがるんですよね。ふとこうなんか換気扇の掃除を始めちゃったり、ふとなんかこう排水口の掃除をきれいにしようと思って一斉にやり始めたりだとか、それする前にまずコップ洗えばいいのにっていう、簡単の方やりゃいいのに、どうしてもなんかやらなくなっちゃうというか後も伸ばしにしちゃうんですよね。そうですか、あ、そうです。どう、あの例えばなんかあの帰って例えば飲み物飲んで、休んじゃうんじゃないの？これが
そのコップを最も、例えばコップで言うと、うん、コップが最もこう使用される時間帯何かって言われると、うん、私毎朝インスタントなの粉のコーヒーを飲むんですよね。朝かコップを出してきて、うん、そこにインスタントの粉のコーヒーザーッと出して、はいはいはい、そして温かい熱湯をかけて一息ついて出発、朝っていうのも良くないんですよ、ね、あそうか、要は飲み終わったらもう出発の時間だっていう形になる。あ、まあ、朝はまあまあそれでもで帰ってやりゃいいのにそれもやらないってことでしょ。そこなんです。で第二のコップを使っちゃう。第二のコップをまた翌朝使ってしまうというのが、これは良くない。悪いですね。シンクに置き場所がなくなったか、もしくはこう自炊をしていくつかフライパンとか油物がぐわっと出た時に、うん、要は一斉にやりたがっちゃうんですね。 ある程度たまらないと、うん、なんかこうやる気が起きない。ましてやこう使った後のコップなどに匂いとか出ないじゃないですか、まあね、基本的には。 そうね、それもまたなんかこうほったらかしにしちゃう要因なんですよ。あ、そうですか。ということでこんな悩みをね、はい、解決すべく、じゃあ第3のアナウンサーが、おっと崎陽軒のシュウマイのホタテは我が村のホタテよって言わんばかりに入ってまいりました。そんなマイクにね美声が入っていらっしゃるでしょうか。あの今日決まりました、男祭り会費が。そうですね、ギリギリまでわからないということで。はい、ということでじゃあ改めて自己紹介を。はい、はい、今日唯一の花となります HBC アナウンサー与永瀬奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いしました。手を自分で拍手してるし、あ、手振ってますということでして、はい、はい、どうですか、悩み聞いてましたか。今聞いてました、うん、でも、正直私も気持ちがわかるんですよ。いや、ほらそうなんですよ。どういうこと。スプーンとか小さいものおうヨーグルト1個食べました。でシンクの中に、あの置きます、でちょっと時間を経って、あ、今度プリン食べたいなと思って、はい、また別のスプーン。うわー、そうなんだ。ダメダメダメですよね。ダメだね、全然ダメじゃん。結構家の中は綺麗なんですけど、そこに関しては後回ししてしまうんですよね、はあ、要は代わりのものがあるんですよね。そう、コップしかりスプーンだとかフォークだとかカトラリーしかり、今すぐ洗わないと使えないっていうものではないっていうのが、はい、予備があるっていうのが良くないんです。心に余裕が生まれてしまいますよく言うと、そう、よく言うとね、なので私毎回この金曜反省会に出演するときは結構後輩たちにビシバシ言ってきたわけですよ、そうですね。ただ今回は初めて何も言うことができません、ダメじゃん解決なんでじゃん。ありました一番ダメなやつ来たぞ怒られない同じ症状の持ち主で、ね、2人単純に悩みを告白する人間が増えただけ、だけになりましたね。やっかいやな。伊藤アナウンサーからこの悩みにしようかなっていうメールが来た時に、ちょっとドキッとしてどうしよう、どうしよう、嘘つくわけにもいかないし、でもどうなんでしょうね。みんな X でもうなかなか解決策が来なくてですね、与永さんが来たっていうことの、そうだね、喜びのお声がたくさんいらっしゃるんですけど、本当その反響ばっかりで。でもあれですよ、メールでは届いてますよ。あ、届いてます、はい、じゃあ、はい、いろいろじゃあ紹介しますね、はいはい、ラジオネームマサさん、はい、私の家はソファーはなく座椅子なのですが、座椅子に座ってしまうとそこから動きたくなくなるので、家事をするときは座椅子に座る前に全部終わらせるつもりでやっていますと。わかる。あ、なるほど。だから帰って椅子に座ったりソファーに座る前に手洗いうがいをした流れでシンクに向かい、家事が終わるまで絶対座らないと心がけてみてはどうでしょうか。だ、落ち着いちゃうとね、何もしたくなくなるんだよ。だ、例えば夜勤とかあるじゃん、で帰って、夜食のカップラーメン食べたいわけ。でも、その前に食べちゃうと風呂入れないんだよ。風呂入るのがもうだから、その勢いでまず風呂入ってガーッと体をきれいにしてやることやって落ち着くラーメンを食べる。いや、でも私そのちょっとした家事もできないっていうのは話してましたけど、家事ごとに休憩入れないと家事ができない休みの日とかに今日は洗濯機を回す、さらにシンクに溜まったコップ類を洗う、さらに掃除機もかける、シーツを変えるだとか、この例えば4つのタスクがあるとしたら、
一個一個にソファーで寝っ転がるだとかテレビを見るを入れないとさすがにそれは同時にはできない。ないです。ない、それはない。さすがにそれはやるぞって決めたら、やるぞって決めたらもう一気にやります。一気にやる、はい、全部ガーッとね、全部、うん、はい、勢いよく4つタスクを全部こなすわけですよ、はい、そこがやっぱ人のやっぱ人格の違いですね、人としての。落ち着いちゃダメなんだわ、ガーッと勢いでガーッとやりきらないと一回落ち着かずに、うん、もうやりきるっていうのが、そうそう、流れにするっていうのが大事ですね。そうですね、優しい意見もありますね、こちら。お、優しい意見。石座流星群さんは、うん、ほうほう、少しぐらいなら貯めても大丈夫だと思いますね、うん、洗い桶に水を張っていっぱいになる前には必ず洗うと決めて貯めないようにするといいと思います。一人暮らしはそんなに洗い物がないと思うので、こまめに洗うと水道代がかかるんですよ、うん、参考になるかどうか分かりませんが試してほしいです。あ、甘えさせちゃうな。甘えさせちゃいますね。甘えさせちゃうな。水道代の節約言い訳、嫌な情報見つけちゃった。これは素晴らしい言い訳ですよ。節約ですよ。いや、大切に使わなきゃいけない。目が輝きましたね。ちょっとだよ、コップ一杯じゃちゃちゃちゃっと、そんな時間かからずかかだから、そんなかかんないよ。大事ですよ、水は。やっぱりいや、水大事だけどさ、大事だけど、これは否定はしないけど。もう一個いいですか。はい、ぜひ。先ほど大きな家事だったらできるっていう話をしてましたね。なんかこう手間のかかることはふとやりたくなってしまう。本当にそうなんでしょうかというメールが届いております中央区の真面目な悪魔さん、はい、ちょっとの家事ができないって、それなら大きな家事はできるってことですか。家事の手間にちょっとも大きいもありません。やる気になるかどうかは、これをすればみんなが助かる、または自分が後で楽になると思えるかどうかです。ごもっともです。ごもっともですなんだかこう家事にちょっとも大きいもないっていう言葉がすごく身に染みました。おそらく大きい手間がかかることをやってる自分が好きなんじゃないですか、うん、はあ、もう今なんでそんなこと言うんですかぐっさりと刺さりました。もう今五臓六腑に染み入りましたね。そうそう、家の中でこれだけ時間かけてやった自分って偉いんだって思いたいだけなんですよ、きっと。なるほど、はい、せっかくやるならやったっていうなんか大きな功績が欲しいっていうのはどこかにありましたね、うんうん、きっとそれがいつの日か夫婦喧嘩の元になるんですよ。わかる。いつもやってないくせにちょっとやればって私も家の中で聞いたことあります、うん、良くない糸化け、うん、男兄弟、母親に甘やかされて生きてきたこの25年、18歳までぬくぬくと育ちました札幌で。確かにそうです、うん、ひとたび風呂掃除を一回手伝ったら、私これ見よがしに母親に言ってました。言ってでしょ、うん、お風呂の掃除はやっておいたからってこういうところにやっぱり一人暮らしをしていても出てしまうんですね。人間の徳はですね、やっぱりあのそんな言っちゃいけないんだよ、うん、あのゴミを拾ったとかさ、うん、あの それこそ水回りきれいにするとかさ、さっとやるんだけど、やってよって言っちゃったらもうバーン、全部もう全部ゼロだから、言わないの、言わないでやんの。そうです。なんか日頃から小さい家事もしていかなきゃいけないんですよ、身に染みました。私も自分にそうですよね。そうそうそう、言い聞かせてますから。人のことは言ってること言えないです。結構やってるっていうからね、2人揃ってですけれどもね、はい、そのガーって溜まっちゃうとよりめんどくさいだろう。だってそこまで溜めはしないです。あ、そうなの、はい、うん、2、3本。あ、2、3本。2、3本。コップ10杯って言ったから10個あるので最大10は溜められます。溜めるちゃん、なくなったらやる。それはちょっと怖いですよね。10個でしょ中身が気になってきますよね。やっぱ水はバジャッとやるんですよ。水は溜めとくんです。うん、ちょっとな、今日からやっていきます。そうしましょうしっかりとやっていきますやってて頑張って、はい、皆さんアドバイスありがとうございます。ありがとうございました。あの頃の反省。マサさんからもね、母親に甘やかされた人生という早速いただいてますけどもね申し訳ないですお恥ずかしい人生ということで、はい、いろいろいただきましたが、ここからはですね、あの頃の反省ということで、このコーナーではサイコロを振りまして出た目が示す人の反省エピソードをもとにトークを展開いたします、はい、で今月1月はですね、雪にまつわる反省をテーマに語り合うということで、米長奈緒さん今サイコロを持ってくれてますが、はい、1か6出た場合は
今日のスタジオ出演与永アナウンサーの反省、はい、で、2345が出たらリスナーの皆さんから届いている反省メッセージをもとにトークを展開していくということでございます、はい、じゃあせっかくサイコロ持ってるからやっちゃいますか。いいですか、はい、いきまーす、はい、何が出るかな、何が出るかな、懐かしい、ごきげんよう、はい、3が出ましたということは、リスナーさんからいただいたメッセージですね、はい、はい、雪にまつわる反省でございます、うん、中標津のキキララさんから雪の反省ですが、人生初の彼氏ができた時の話です。お、もううん十年前の高校の時、好きだった隣のクラスの子とお付き合いできることになり、うん、それはそれは楽しい毎日を過ごしていました、うん、ある冬の帰り道、寒いねなんて言いながら手をつないで足元の悪い道を歩いていたら、盛大に私が滑ってしまい、うん、繋いだ手を離せず、彼氏も道連れに大こけ、私は笑いながらごめんごめんびっくりしたねなんておどけていたら、まさかの彼氏はマジギレ、大きな怪我もなかったので笑って許してくれると思っていた私も予想外の反応に、ああこんな人だったんだと引いてしまい、そこから関係もギクシャクし自然消滅してしまいました。今は冬道は絶対人と手をつながないという反省を胸に生きていますということです。これのそんな引くことないのね、ねえ、うん、心配してくれたっていいじゃないですか、ね、普通はそうだよね、はい、あってた方がなかなか冷たい、冷たいですね、うん、笑い話にしてくれたらいいのに、そう、おーってことですよね、うん、ヨナガさんだったらもう一回転ばせますよ、そう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 もう一回一人で転んでみなよって言って恐る恐るタイミング見計らうのやめて、今すごく緊張しましたそうちょっと言いたいなと思いながらも、まあ、でもどうしようってちょっとずつ帰り道気をつけながらちょっとずつ人差し、ね、行くかもしれない、そうそうそう、気をつけた方がいいかもしれません、ね、俺はやっぱこういう人だったらもうお別れして正解かなっていう、うん、X でも北区のデルさん、マジギレするような方とは別れて正解というふうに、やっぱりね、出ますね、そうだよね、よかったんじゃないですか、そうですね、そんなんてね、普通失敗してくれていいのにね、そんな感じがしますけどね、はい、じゃあいきますか、はい、はい、続いて、じゃあ振りました、2が出ました、はい、リスナーさんから、はい、雪にまつわる反省、アーポンさんから、私の雪にまつわる反省ですが、小学生の頃ランドセルをカーリングのストーンのように雪道を滑らせて遊んでいたらやりすぎてランドセルの表面をボロボロにしたことです。ランドセルを乱暴に扱ったことで母にこっぴどく叱られました。物は大切に使わなくてはいけないという教訓になりました。もちろんその当時はカーリングを知らないので滑らせて遊んでいただけですが、もし知っていたら友達のランドセルにぶつけたりしてもっとひどいことになってしまっていたかもってね。そうですね、子供の頃ってやんちゃしますんでね、結構ね、やんちゃしますね、そうですね、うん、私なんてつらら振り回してましたよ、やってた、やってました、やってた、ああそういうことですね、いや与永さんの小さい頃見てきた、見てきた先生かと思ってお前やってたな、知らねえわっていう北見と猿仏ってそんなに近いのかなって、オホーツク沿いだけど一瞬今北海道地図が頭に同じ山内さんもやってました。やつやつも絶対ダメですよ、危険なので。今はね危ない。真似しないでください。絶対ダメです。そんなにつららぱっていう文化今なくなったでしょ、でも今。僕小学校の頃はこっぴどく言われてましたね。つららのあるその軒先の下には入らないでくださいねっていう。うんうんうん、近くに歩かないでっていうふうに正しい。言われてました。いや危ないもん。落ちてるのを拾ってました。そう。ものすごく太いのが落ちてるんですよ、そう、うん、割れずに、それ見るとねやっぱりね男子はね、いやーおーこれはいい武器になると思ってしまうんだよ、でかければ長ければ長いほど、おお来た、またね長い、同じ長さであればより透明度の高いものがよりレアリティが高いとか、そうだね、家に持って帰ってこっぴどく怒られる、怒られるっていうね、ありましたよね、うん、いやだからこれだからランドセルバーとかやると、うん、あの車道の方にね流れちゃったりすると大変だったりするので、やっぱりやめた方が絶対ダメです、歩道ではやめてほしいです、やめた公園とか、まあ車が来ないところでだったらまだね、まだいいけど、でもランドセルちゃいますけどボロボロになっちゃう、ボロボロになっちゃうよ、うん、ねえ、はい、じゃあ行きますか、はい、じゃあ振りました今、あ、また、あ、またリスナーさんから、はい、そろそろなんか与永さんのね、そうですね、反省も聞かないとっていう感じですね、雪にまつわる反省聞きたいですね、ガンちゃん配送中さん、雪に関する反省、それは昔職場の仲間とスキー旅行へ行った時のこと、誘っていた職場の女性が体調不良で行けなくなり、うん、せっかくなら雪をお土産にと宿にお願いして発泡スチロールの容器をもらい、その中に雪だるまを作って格納、車内は暖房をかけているのでルーフキャリアに容器を乗せて持ち帰り、その女性の家へ、
そして開封、見るも無残に粉々&水になっていました。それはそうだよね。それはそう。こうなるならそのまま容器へ満タンに雪を詰めておけばよかったなってことですけどね、ちょっとロマンチックですね。せっかくだから雪を持って帰ってあげようって、おしゃれじゃないですか、ね、そうかね、でも間違えたらちょっと溶けちゃう、溶けちゃうからね、ルーフキャリアにですもんね、昔あの川湯温泉とこにあの、砂湯ってあの砂掘るとあったかいお湯出てくるとこあるんですよね。あったかいあったかいと、 これいいなと思ってビニール袋にこう入れてお土産に持って帰ろうかな、甲子園そう持って帰るっすよ、甲子園以外にもあったんですね。何時間か経ってから、いやどう別にこれあったかい状態のままじゃないし、だんだん冷めてきていいやと思ってその場にあるからあったかいんですよ、ね、その時お珍しいと思って作ってそんなの思い出しましたけどね。持って帰ったらただの砂だ。そうなんですけどね。はい、ということで、あ、今ですね、はい、もうあのスタッフからメモが届きまして、サイコロを振らないで与永さんのエピソード行こうじゃないかというやんちゃエピソード、与永さんからあなたも振りなさいというふうにサイコロを渡されたんですが、私じゃあこれは振りません。そうですね、はい、これはもう私が小学生の頃のお話なので時効だと思ってください、あの私は猿払村で育ちまして、同級生が小学校までは男の子しかいなかったんです、なので遊ぶ時も何する時もずっと男の子と一緒、まあ年上年下限らずみんな兄弟のように育って、もう地域みんな仲良くって、学校帰りもみんなで一緒に、もう雪ですから雪山でね、それこそランドセルは使ってないものの尻滑りしたりとか、本当は10分で帰れるところを30分40分かけて、分かる分かる、みんなでも雪まみれになって遊んで帰るっていうのが冬の楽しみだったんです、はいはいはい、で、男の子はやっぱりその当時私よりももちろん体格が大きくって力も強いし、こうはしゃぎすぎてたら押し合いになったりとかするじゃないですか、で私は見事に顔面から倒されて、うわ、そう、もう真っ赤になって、真っ赤になっちゃった、はい、血とか出てないでしょ、もちろん、でも冷たくって、なるほど、そう、顔が雪だらけで、でもプッチン来るわけですよ。おお、来た、怖いですよ。やりました、さっきの私のがもう予言のようにそう、恐る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 、やはり私は間違っていなかった、ブスッと言っちゃったんですよ。もう当時が勝ち気な女の子、でも私が男の子たちをこう同じように押したところで倒れるわけはないと。なるほど、小学生の頃ですもんね。そう、頭脳で勝負だ。出た。さあ皆さん、私は何をしたと思いますか。お、頭脳で勝負、屈辱的なことを口で言った。あ、違う、雪に関係する。雪に関係する、はい、つららで足をこうすくった。あ、違う、折れちゃう氷は。雪玉ぶつけたんじゃないの。あ、もっともっとより凍ってるところに。性格が悪い。もっと性格が悪い。もっと性格が悪い。もっと雪玉ぶつけるより性格悪いって言ったら泣いたふりをして、大丈夫って来た男子の足をグッと掴んだ。やりそう。違うんです。やりそうじゃないですよ。違う。って寄せといてね。いや、全然怒ってないよ。来て、ガーッ。極悪女子ですね。ランドセル背負ってるわけですよ。ランドセルの側面を思い出してください。ちょっと隙間空いてません？空いてる。そこに雪詰め込んで。うわ、いい質。ああ、いい質。中のね、内側のベロというか。本当にないですよね。外側の側面だ。すごい、もう頭に血が上っちゃって、バレないように。うわ、陰湿女子。それは確かに答える、ね、そうですよね、答える。でももともとちょっとずつその教科書とか雪で濡れちゃってるから歪んではいたんですよ、だからバレないかなと思いましたし、ちょっとずつ詰め込んで、もう絶対許さないと思って。怖え、怒らせたらこいつ怖え。そう本当に怖い。一緒に転ばされた時に転ばすんじゃなくて、雪を入れてくるんですよ、カバンに。与永さんの場合は、より一枚上手でした。恐ろしいですね。でもみんな今でも仲良しです。あ、そうなの、許してくれてんの。許してくれてます。笑って流してくれてます。笑いは引きつってない。笑いは引きつってない。心からの話題で。そう、みんな帰ってくるの待ってますから、私のこと。そう思ってるだけだじゃないの。どうなんでしょうね。あ、みんな許してくれてるわみたいなね。もうふつふつとお腹の中では。大人になってなんかね、自分のバッグとか綺麗にジッパーちゃんと締めるようになったりするかもしれません。
そろそろ夜中さんが帰省してくるから閉めたい、家中のカバンのチャックをしっかり閉めなさい、綺麗に鍵もかくと、子供ができたらランドセルの側面は気をつけなさいよ、時々雪を入れられるからね、とんだかサルクスの伝説の一つとしてランドセルの側面から雪を入れる妖怪が時々出てくるから、妖怪あら今日の帰り、ね、気をつけてくださいよ、糸がさタイミング見てちょこっちょこっとね、そうそう刺してきてるなと思ったんですよ、小さじ1杯分ずつね思ってますけどね、家に帰ったらストップウォッチとかアクセント時点がもうびちゃびちゃになってるって現代の雪女ね、もうそんなことは穏やかになりました。あ、そうですか、はい、ね、はい、あの時間があれば糸がアナエピソードへって書いてます、雪にまつわる反省ですか、まつわる反省、なかなか、そうですね、雪にまつわる反省、うん、それで言うとこの冬のシーズン始まってですね、いろんな番組テレビでもラジオでもそうですけど、はい、スノーボードにとにかくハマったっていうのは、うん、いろんなところで断るごとに言ってまして、うんうんうん、今シーズンすでに 4、5 回ゲレンデに行きまして、うん、あまり会社の人には怒られてしまうので行ってはいないんですけど、うん、昨年ですね、年末近くに行ったゲレンデで、うんうん、調子に乗って上級コースに入って、うん、ブイブイ言わせてたところ、前の方胸の方ですね、うん、から大いに転びまして、ああ強打して今ちょっと肋骨が痛い、うわっ、でも問題なくお仕事はできてるので、うん、隠蔽していこうと思って、隠蔽もう全道放送言ってるし、だいぶ良くなりました、折れてはいないはずです、あ、そうですか、大丈夫です、この番組あれですよ、うん、HBC の視聴者センターも聞いてますからね、あ、そうですねあなた御社のアナウンサーは怪我をしながらもやるのかとか言われ、元気です、元気です、全く問題なく、支障はないってことね、すでにもうほぼ完治していますので、あ、そうですか、問題なく楽しんでいこうと思います、はしゃぎすぎには気をつけて、そうですね、そうですよ、もうね、続々と X を見るとね、はい、チャイさんもヨナセナちゃん怖いとかですね、怖いですね怖いですね怖いですね、いいですね、怖いっていうのを自覚した人ほど怖いものないですからね、もうね境地に入ってますからね、もうね、あ、怖いって言われるんですよねみたいな、赤黒い恋人さんも、はい、ヨナセナちゃんが HBC アナウンサー社長専務にドッキリを仕掛ける番組が見たい、ドッキリ仕掛けてみたいです、ちゃんとやりそうだよね、はい、うん、絶対バレないよ、もう緻密にやるよ、うん、うわー、いいなちょっとモニタリングとか協力してくれませんかね、モニタリングね、やりたい、社長専務カバンのチャック閉めてください今からもうびちゃびちゃになっている可能性が、警戒しておかないと、帰り道後ろから雪が、大変ですよ、そうです、うん、腹黒いの、はい人間みんなそんなもんじゃないですか、あの、ね、私51年生きてきてるよ、お前腹黒いのって言って、ええって言われたら初めてみんなそんなもんですって隠してるだけですよ、そう、そう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 、腹黒じゃないですよって言ってるのはもうまだ二流ですね、はいって答えてこその一流、うん、うわあ、すごいとこまで来ましたですね、すごいとこまで来ましたゲンさんも SK 発揮ヨナセなとこですね、もうそんな文章がいっぱい並んでますけどもね、はい、後で見ます、もうその中でよくあのちょこちょこ反撃はしてたなっていうふうには見ましたよ、はい、まあ、そうですね、やらなきゃやられるかなと思ってさらにその上でした、転ばせるんじゃなくて雪を入れる、いい人にやっていく、いざとなったらサルフツの友人が襲いかかってくる、そうりました、そう、攻撃は最大の防御と申しますね、ましたやられる前にやれみたいな、そうですね、2024年もね、湯永先輩にはもうこれからもいろいろ媚びを打って仲良くしましょうね、甘えていこうと思います、大丈夫か新年一発目の反省会これでそっか一発目、そうだ一発目、そうですよ、はい、ということで、はい、そろそろお別れの時間でございます、はい、はい、お相手は HBC アナウンサーの山内陽一と糸賀俊と与永瀬奈でした、では素敵な週末を、さようなら、さようなら。